これはね、自動車を運転するための免許証ぐらいの思っとったらいいじゃないかと。ね、それだけ国籍を重く感じる必要ないと。マルハン創業者、ハン・チャンウ会長。個人資産は1100億円。アジア長者番付に名前を連ねるパチンコ王は、戦後日本に渡った在日韓国人一世だった。ポートピープルっていうの、僕は名前を付けてね。ミコ言うたらちょっとね、かっこ悪いから。ね、ベトナムポートピープル。1931年、韓国、キョンサンナムド、サムチョンポ生まれ。父は小作農で、決して裕福な家庭ではなかった。ハン少年が日本に渡ることを決めたのは、戦後間もない1945年、14歳の時だった。韓国におっても、まあ、勉強もできないし、当時私の、まあ、連学校をやったその兄がですね、戦争終戦前にちょっと韓国帰ってきまして、おれないからもう、また日本に行ってしまった。で、帰る時に、お前来いよと、親から離れるのは辛いけども、まあ、行きなさいと、10月の21日、カバンにお米を2升、それに、その、英語のコンサージですね、これを持ってですね、まあ、船に乗り込んだんです。戦後間もないこの時期に、生活難のために日本へと渡った、韓国朝鮮人は少なくない。母からの選別と英語の辞書、たったこれだけでハン少年は海を越えようと決心した。船の大きさがそこからそこのぐらいのね、ちっちゃい船で、漁船ですね。漁船ですよ、ポン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 とね、ええ、もうあれなんですね、凄まじい小型の船で限界なが割れたところを来たわけや、ね、何も知らなかったからね、あの船に乗ったけれども、そういうふうな道のりをたどって日本に来たら分かっとったらね、死んでも乗りません。もうほんまにどっかで降ろしてほしかったわ。率直な話、もう吐いたりもう頭痛かったりね。一昼夜かけて船は下関の漁港に着いた。初めて目にする日本の情景。女の人がですね、浴衣を着て、その、お風呂に行ってですね、カラン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 する音がね、今あたりこの耳からね、離れないですね。この、下駄の音が、ね、あ、これが日本だ。実感がその時湧いたんです。同郷の先輩に言われるまま、すぐに役場に行き、戦後のどさくさに紛れ、移住の資格を得た。来日した当初の目的通り、大学に進み、学問に浸る生活。差別ってどんなことがあったか覚えてらっしゃるのか。前に座ってる人らが、もう韓国、朝鮮人のね、悪口ばっかり言ってるんですよ。そんなもう朝鮮人はね、もう気短くでね、大体ね、この腹の下が日本人よりちょっと長いとかね、こう言うんですからね、聞きながら調べ聞いとるんですよ、ね、何言ってんだこのバーが、僕前に座ってんのに言ってね、聞いとるんですけどね。しかし大学卒業後、厳しい現実を身をもって知った。日本人も、まあ、一流の大学を出てもほとんど就職ができない時に、我々が就職できるっていうことはほとんどもう外務に等しい。だから